政府は活用が進んでいないマイナンバー制度の普及促進策を検討する作業部会の初会合を開きました。預貯金口座とマイナンバーの紐付けなどについて議論したとみられます。今後の我が国の成長力、国際競争力を維持するため、マイナンバー制度および国と地方のデジタル基盤の抜本的な改善を図ることが必要であります。行政のデジタル化の遅れにより1人当たり10万円の給付金の支給が遅れたことなどを受け、菅官房長官はマイナンバーカードの普及に向けてカードを活用したポイント還元制度などで普及を加速すると強調しました。政府は年内に工程表を取りまとめるとともに、実行が可能なものから順次取り組みを進めていく方針です。